クアッドプラスに不参加を宣言した韓国さんですが、米国からの報復がすでに始まっていたとブツブツ言っているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。世界的に協力体制の重要性が強調されているが、韓国への貿易障壁は低くなるどころか、むしろ輸入規制が上昇したことが分かった。韓国貿易協会は1日、今月初めの基準で、韓国に対する輸入規制は計27カ国、228件と集計された。昨年比で27件増えている。累計別では、反ダンピングが169件で最も多く、緊急輸入制限措置、セーフガード49件、相殺関税10件だった。品目では、鉄鋼、金属109件、化学47件、プラスチック、ゴム26件、繊維14件、電気、電子7件などだった。国別輸入規制の現状を1年前と比べると、米国8件が最も多く増え、インド7件、タイ3件、中国1件と増加傾向を示した。今年1月から10月初めまで、韓国産製品に対して新規に開始された輸入規制は計37件だった。昨年1、9月の記録、29件より8件多い数値だ。今年の新規輸入規制の内容を見ると、米国がシームレス交換と乾熱紙に対する反ダンピングと相殺関税調査で計3件を新たに規制した。貿易障壁が低くならない状況は政治安保などの理由と推測される。中国の場合、国家安保に脅威となる企業や個人を制裁する法案が通過し、今年12月に発行する。米国も大統領選挙の結果と関係なく保護貿易主義が維持されるという分析も出た。韓国貿易協会や全国経済人連合会、全経連などの国内経済団体は、ドナルド・トランプ大統領と民主党のジョー・バイデン候補の通商公約について分析した結果をもとに、誰が当選しても米国の自国優先主義政策や非関税障壁などの輸入規制が強化されるだろうと見込んだ。しかし一部では輸入規制国が2カ国減少する結果も出ており、早急な予測をすべきではないという主張も出ている。それでは韓国さんの反応です。すべて無能な政府のせいだよ。以前の UFO 国もみんな敵にしたからだ。 UFO 味方、うちの国にそんなものあったか。米国に規制されたのはその通りだよ。中国無を叫んだからね。でも中国にも規制されるのはなんでだ。中国無を叫んだのだから規制がなくなるはずじゃないか。結局は外交のレベルが低いってことさ。ムン災害は大韓民国の歴史上、いや韓半島で団訓以来最悪の悪役だ。国をこんなに滅ぼした者は誰もいなかった。自由民主主義じゃなくて共産全体主義の中共と親しいのだから当然だよ。資源がなく輸出で暮らしている国なのに、ムン災害の外交力のおかげだね。米国は今後クアッド体制に急速に移行するだろう。そんな中でクアッド参加を拒否したのだから、米国への輸出に影響が出始めたと考えていいと思う。新北朝鮮で中国寄りだから西欧諸国が敬遠するのは当然だよ。セカンダリーボイコットに合わないために新北朝鮮を放棄するべきだ。危機はチャンスだ。各国が保護貿易主義で障壁を高めてこそ、輸出先導企業の外交通商能力が発揮される。この機会に無能な政府と線引きしてグローバル企業にさらに生まれ変わろう。当然の結果だよ。時代錯誤な世界観で時代主義に突き進んでいるから、国益のための外交は随分してないからね。我が国も輸入障壁が高いです。私たちの障壁を解かないのに他国に解けというのですか。すべてには理由があるのです。もどかしいですね。今の韓国は世界一叩きやすい国だと思う。米国と中国の一方を選んだらひどいことになる気がする。そんな中途半端な態度だから規制を受けるのです。個人的にはアメリカを選んでほしいですね。
ということで、以前も似たような話題で、インドが韓国への規制を強めるという話題がありましたね。その時もブツブツ文句を言っていたような気がするんですが、逆に言えば、不当連敗する気満々って感じなんだと思います。報復って感じの記事タイトルだったのですが、どう考えても報復ではなく、自業自得ですよね。実際の報復措置はまだまだこれからですし、本当の報復措置が、そんな生ぬるいものではありませんよね。今後のスケジュール的には、米国の報復措置があって、その後に、日本の報復措置が発動って気がするんですが、まあ、どっちにしても、韓国さんにとってはきついお仕置きになっちゃうような気はしますね。ちょっと気になるのは、現状で、一番肝心な日本が、何も規制を増やしていないという点じゃないでしょうか。米国が8件も、反ダンピングで規制をしているのなら、当然韓国さんは日本にもダンピングしているでしょうし、日本もちゃんと規制してあげないとダメなんじゃないでしょうか。というか、今、いろいろと韓国産関連で問題が山積みだから、日本は韓国産に気を使って、規制をしていないだけの気もするんですが、韓国産がこれだけ日本に対していろいろやってきているんだから、日本ももっと堂々としてもらいたいですね。韓国産、今回は、珍しく逆ギレコメントがなかったのですが、日本も規制していた場合、同じコメント、できますか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。